日本の NPO や NGO で働いている方をゲストにお招きし、お話を伺う NGO 世界を見つめて、後半からは私、鎌倉幸子が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。また、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、第12回の今回は、認定 NPO 法人ウォーターエイドの高橋薫さんをお迎えしております。前半では、ウォーターエイドの設立経緯や、ブルキナファソでの支援活動などについてお話を伺ってきました。後半でも引き続き活動の現地の様子ですとか、あと高橋さん自身がどうしてこの仕事を始めたかなどなどの話も聞いていきたいと思います。高橋さん、改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。後半も引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。前半ではまあアフリカの話ですとか、はい、伺ってきましたが、また後半でモザンビークでの活動について詳しくお話を伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、でもではここからは、今度はモザンビークの水衛生の状況ですとか、私どもの活動についてご紹介をしたいと思います。モザンビーク、こういった南部のアフリカにある国でして、やはりここにも書いてありますが、人口の半分近くが清潔な水を使うことができないとか、10人に6人が適切なトイレを利用できないということで、非常にその水衛生という分野で大変な国の一つになっております。でこのようにやはり遠くまで歩いて得られる水も不衛生であったり、それからあとはですね、こちら学校とか、それから保健医療施設、病院とか診療所での水の状況も非常に悪くてですね、こちら実は学校で勉強している生徒さんたちが、学校の校内できれいな水を得られる設備がないので、こうして当番で外まで歩いて水汲みに来ているという状況なんですね。で、実はモザンビークの中で、データがあるだけでも、7割近くの学校で水が得られない。なので、こうして水汲みに行っている生徒さんたちがいるという状況にあります。はい。で、私実はですね、このコロナになる前ですね、2018年の3月にちょっとモザンビーク、ちょっと真ん中にぼんやりした顔しているのが私なんですが、はい、モザンビークに出張に行ってきましたので、ちょっとそちらで見た課題なんかをお話をしたいと思っております。はい、今お話しした通り、まず一つは学校でその清潔な水を使ったりトイレを使ったりすることが非常に難しいと。で、こちら首都のマプトから南に行ったところにある地域なんですけれども、で、はい、実際私が撮ってきた写真なんですが、これ左側の写真がこれトイレなんですね。で、非常に暗いこうしたトイレが一つあるだけ で、ここの生徒さんは何百人もいる中でこうした一つなので、当然トイレが使えなくて、その周辺で排泄をしている生徒さんたちもたくさんいます。で、給水設備に関しても、こちらかろうじて、この雨水をこれ貯めるタンクなんですが、この学校の屋根から、このパイプでつながって、ここの、タンクの中に水が溜まるようになってるんですが、見てわかる通り、ほぼ壊れていて、水漏れもしている、漏れてもいるので、実際はこれあまり動いていないということでした。で、私どもの団体、最近ですね、このモザンビークのその学校で、なかなかその給水設備とかトイレが増えない、理由というか、そういった状況を分析したんですが、やはり一つは、ちょっと前半でもお話ししましたが、やはり学校の給水設備とトイレに関するとにかくデータがない、その学校の状況を調査するような仕組みがあったとしても、その中に、じゃあ水が使えるかトイレが使えるかっていう情報が入っていなかったりするので、実態がまず把握ができていないと。というところが一つあるのと、それからやはり水を担当する省庁と学校を担当する省庁とかって異なったりするので、そうすると学校のじゃあ給水設備とかトイレっていうのは誰が担当するのか、でましてやそれを維持管理する、やじゃあ予算は誰が担当するのか、そういったところも明確になっていなくて、維持管理用の予算が不足をしていると、そういったところがちょっと原因としては、あるということが分かりました。あともう一つ、こちら私が見に行った、そのボアネ郡、同じくそのマプトの、南側にあるボアネ郡っていうところに、ある、コミュニティ、農村部のコミュニティですね。で、ここは実はですね、数年前に新しくマフボウォーターシステムというものが作られました。で、この仕組みというのは、この左側の写真、これ川なんですけれども、ここに網があって、で、ここがその取水口になって、ここから水をこう取り入れるんですね。で、この取り入れた水が、この横に、ここのすぐ横にこれ設置されているこの浄水設備、ここを通って、で、ここで浄水をされまして、で、さらにこれの隣にあるこのタワー、
の上まで水が運ばれて、であとはこう重力で近隣の10個の村に水を届けるという、でそのそれぞれの村にその水汲み場があるので、そこから水を汲めるという仕組みになっております。ただ実はこれ残念ながら今動いていなくてですね、このように周りに住んでいる人たちは、確か7キロとかだったかな、歩いて水汲みに行ってます。さっきのあの立派なタワーがある本当に近所に住んでいる人たちもこの水汲みに行っています。であとはマフボウォーターシステムに接続しているその学校の給水設備も当然水が出ないので、これ立派なのあるんですけれども、ここからも水が出ないという状況になっております。でなんでこのようなことが起きているかというと、実はこれあの、まあ、政府が作ったあの給水システムなんですけれども、例えばこの、取水口の近くで人が洗濯しているのが実は見えます。これ奥の方にいるんですけど、はい、洗濯してるんですね。で実はこの周りでもこの時たまたまいなかったんですが、結構洗濯をしているので、まあ、そもそも取水をする水がもう汚染をされてしまっているっていうのがまず一つで、それからこの浄水システムですね、この青いのが、確か3つか4つぐらいあるんですが、このうちの2つがもう壊れてしまっている。でそれからさらにこの給水タワーが電気代を払っていないので電気が止められてしまっていて、まあ、動いていないということが問題になっております。じゃあなんでそんなことが起きてしまっているかということを、まあ、さらに深掘りすると、まあ、実はここの地域はですね、その確か市と郡とかがこうなんか重なっているような場所で、なんかその誰がここの給水そのシステムをメインで一番見なきゃいけないのかっていう、その行政の担当者がそもそもあんまり明確ではないというところが、まあ一つ理由にあったりとか、それからこれを維持管理をじゃあする人は、一応ですね、ちゃんと入札で、まあ、民間企業といっても、まあ、小さな企業なんですが、まあ、一応あの選ばれて、まあ、委託もされてるんですね。なので本来であればこの民間企業が、まあ、なので例えば水使用料金を集めて、でそれで電気代を払ってとか修理をしてということをやっていくことが期待されているんですが、まあ、実際はなかなかそこまで できていないということで、あのなって そうなってしまってるんですね。で特にそのこのマフボウウォーターシステムができた頃に、まあ、本当大統領もこう、ま、なんか招いてそのシステムできましたっていうなんかお祝いをするために、まあ、結構なんか突貫工事であの作ったところもあって、でその時はなので電気を通していたんですが、まあ、その後で、まあ、電気代が払えなくなって、であの止まってしまったという話を聞きました。はい。で、じゃあここであの私たちがあの実はその当時ですね、あの新しいプロジェクトを実施をするということを計画をしておりまして、じゃあこういった課題に対してどう解決をしようとしていたかといいますと、まあ、まずその取水口で、まあ、近隣住民が洗濯をしているということに対しては、まあ、やはり住民の、まあ、衛生習慣の、まあ、啓発といったところで、そこを解決する。それから、まあ、浄水システムが壊れている、これも、まあ、さっきお話しその本来であればこの運営会社があの修理を手配をするということが必要になりますので、やはり運営会社 その民間企業ですねの能力強化が必要であると。でこの民間企業が例えば水道料金をきちんと徴収をすることで、まあ、維持管理をこう発注をして維持管理が行われていくと、いうことになります。でそれからあの最後に、まあ、行政の責任者がそもそも不明っていうところに関しては、まあ、そのちょっとなんかこう対立しているその2つの行政区画プラス、国の方で、まあ、そういったあの農村部の水を担当しているあの当然省庁もありますので、まあ、そこの担当者も呼んで、まあ、きちんと3社で話し合いをして、責任を明確にすると、そういう、まあ、調整、こういったことも結構あの私どもの業務の中であったりします。はい。というところをまあ計画をしていたという次第です。今ちょっとなのであのまだ進行していないプロジェクトの予定のお話をしましたけれども、まあ、もう一つ給水インフラを作って、まあ、今はあの人々の生活が改善されている事例もありますので、そこもご紹介したいと思います。今度は、モザンビークの首都からだいぶ北の方にあります、ナンプラ州で実施をしたプロジェクトです。やはりあの皆さん清潔な水を得ることができずに、まあ、こういった水を利用していたんですけれども、まあ、ここで私どもが設置をしたのはちょっとさっきの仕組みと似ているんですけれども、今度は井戸の水をあのタワーで高いところまで持ち上げて、で重力でまたこの村にある水汲み場に水を届けるというあのシステムを作りました。でここで工夫をしたのは、まあ、やはりあのサステナブルであるために太陽光パネルですね、ソーラーパネルを使いまして、でこれの電気でもってこれ井戸なんですけれども、井戸の水を汲み上げて1回タンクに高いところに溜めて、
で重力で周りの、コミュニティに水を届けると。でこういったシステムを、この地域この2つの郡で12セットですねを設置をしました。まあ、このシステムはどちらかというとその人がそれなりにその周辺に住んでいる地域では有効なんですけれども、まあ、例えば人数がすごくとても少ない村とかだと、まあ、これはあまり効率的ではないかったりもしますので、そういった地域では、まあ、やはり従来通りの井戸ですね、こういう手押しポンプ式の井戸を、なので小さな村には、まあ、そういった井戸を作ったり、まあ、すでにそういった井戸があるところは修理をして、で割とそのコミュニティが集まっているようなところではこのシステムを作りました。はい。でまあ、実際に、まあ、こうしてタワーの上にタンクがあって、でここから、まあ、周りの地域に水が届けられていると、まあ、そういったこちら写真になります。はい、こちらが私どものモザンビークの、はい、活動のご紹介となります。はい、ありがとうございます。給水システムを作るにもですね、やはりすごいご苦労されているなと思いました。私2日前にちょっと日本の NPO さんと話をしていて、なんか活動の川上から川下で、ウォーターエイドさんの活動で聞くと、まずそもそも水源で洗濯してるとかでそこから行く次のステップの給水システムが壊れてるとか、結局その水源からその人が水を手にするまでのこの一つ一つのプロセスに一つでもゼロが入るとそのプロジェクトはゼロになるっていう話を結構して盛り上がったんです。でどうしてもこう活動ってね、じゃあちょっと水きれいにしてほしいから洗濯やめてだけを言うとか、そうじゃなくて、やっぱり高橋さんのお話を聞いて、川上から川下まで一つ一つのプロセスをむちゃくちゃ丁寧にちゃんと分析をして、そこでこうエラーがないかゼロを起こさないみたいな、なんかそういうことをされてるのが本当に勉強に、はい、なりました。で K さん、これから干ばつのちょっと取材とかも入るという、はい、そうですね、なんですけどいかがでしたか。はい、いや本当に前半から引き続きそうなんですけれども、水ってどこにでも関わってくるじゃないですか。こう生活用水でもまさにそうですし、例えばインフラを作ろうとしてもコンクリートを作るのにも水が必要だったりしますよね。でそれは天候だけの問題ではなくて、例えばこう川上に大きなダムが作られてしまうという政治的な問題であったり、もしくは小さな地域の中で水をどのように分け合うかっていうような本当に内部コミュニティの問題であったり、さまざまな側面があるなと思いました。でその中で本当に鎌倉さんがおっしゃられているように、一つ一つの本当に事例や問題に取り組んでいらっしゃるということがよく伝わってきました。はい、ありがとうございます。じゃあここからはですね、高橋さんご自身のお話を伺っていきたいと思います。で高橋さんがこの仕事を始めたきっかけですとか、あとウォーターエイドのに入りまして活動を始めた経緯などお話伺えますでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、どこまでちょっと遡るかというところがなかなか難しいところであるんですが、やはり私が国際協力に関心を本当に持ったきっかけというのは、高校生の時の夏休み、まあ、ちょうど今夏ですけれども、夏休みの宿題がきっかけです。でその時に、まあ、現代社会という科目の宿題だったと思うんですが、まあ、差別について調べなさいと、でそういった本当にざっくりとした宿題でした。で私は本当に全くいいアイデアが浮かばなくて、その時ふと本当に多分直前習ったんだと思うんですけれども、まあ、当時南アフリカであったアパルトヘイトが、まあ、やはり頭に浮かびましたので、まあ、それについてじゃあ、まあ、調べようと思って、まあ、図書館に行っていろいろ本を借りてきて読んだりしたんですけれども、まあ、そこで本当に衝撃を受けまして、まあ、なんかちょっと幼稚な考えではありますけれども、まあ、世界には本当に偉い人もたくさんいるし、なんか大統領とか総理大臣もいるし、弁護士とかもいるし、警察もいるのに、なんでその黒人だというだけで本当に命を脅かされたり、そのね、家族が本当に急に連れてかれて帰ってこなかったとか、なんかそういった話をいろいろ読んで、まあ、すごくその、まあ、理不尽さとか、あとはその普通に生きていけない恐怖感みたいなことにすごくまあ衝撃を受けたんですね。で本当にそれがちょっとしたきっかけです。でまあ、その後別にすぐになんかその NGO とかに入りたいと思ったわけではないんですが、で自分のやっぱり将来とか、まあ、じゃあその大学で学ぶ学、ね、内容とかを考えるときに、あの時なんかすごく私は憤りを感じたなということをやっぱり思い出して、でそこからやはりなので、まあ、大学でもそういったアフリカの開発について学びましたし、まあ、何かやっぱりその時に感じた、まあ、怒りとか衝撃というものが本当にきっかけになっていると思います。で、まあ、特に水というのはずっとそれ以降、まあ、関心もありまして、
まあ、結局大学を卒業して、まあ、民間企業で働いたりはしたんですけれども、まあ、やっぱりあの NGO とか国際協力の仕事をしたいなと思いまして、まあ、あの留学なんかもして、でその間に、まあ、実はウガンダでちょっとホームステイをする機会があったんですね。ウガンダの現地 NGO の、事務局長のお家に、まあ、こう、ホームステイをしながら、まあ、その団体の活動のことをよく知ったりとか、まあ、ちょっとなんかお手伝いをするという、なんかボランティアと、まあ、ホームステイが混ざったようなプログラムに参加をしたんですけれども、で、まあ、私、まあ、残念ながら、まあ、学生ですし、何のスキルもないので、まあ、ほぼ子供と遊んでるとか、なんかその NPO が飼ってるその豚の小屋を掃除をするとかぐらいなことをやってたんですが、当時、やはりウガンダで、そのまあ、子どもたちがやっぱり5歳になるまでに亡くなる確率というのが本当に高かったんですね。確か10人中、ごめんなさい、はっきり覚えてないですけど、まあ、3人とか4人とかだったと思います。で、あの私本当にあのさっき言ったように、まあ、できることって村の子どもたちと遊ぶことぐらいだったので、年がら年中子どもたちと遊んでいたんですけれども、やっぱり帰ってきてからその子たちのことを思い出すときに、彼女たちは生きてるかなってやっぱり思ってしまうんですよね。さっきお話しした通り、清潔な水がないとか、家の近くに病院がないとか、まあ、そういったことがきっかけでその5歳になるまでに亡くなってしまう子どもの数が日本と比べて圧倒的に多いと。で、一方で私たちも日本のその知人のとか親戚の子どものことを考えるときに、あの子たち生きてるかなってあまり思わないですよね。まあ、そうしたら仲良くなった、本当に仲良くなった友達になった子どもたちなのに、その子たちのことを考えるときに生きてるかなと思ってしまう、なんか生きる可能性が違うんだっていうことに結構衝撃を受け、幼い子どもたちの生きられるかどうかっていうところにすごく水と衛生というのは関わってくるというのがあって、あのそれ以来やはり水というところにはすごく関心を持ってきました。はい。で、ポートアイドが2013年にあの日本法人を立ち上げたんですけれども、まあ、2012年にですね、まあ、あのウォーターエイドを日本で立ち上げてくれる人募集しますという案内もあったので、まあ、ちょっとあの私は、まあ、NGO の経験も本当にあのその前に あることはありますけれども、まあ、マネジメントの経験とかもあまりないんですが、まあ、やはりもう水の団体だしということで応募したところ、なんかまあ運よく選ばれて、まあ、今があるという状況になっております。ありがとうございます。でも大学時代その感じた違和感、まあ、怒りとか衝撃って、ね、お話しされて、でその後そのホームステイで会った子どもたちが、うん、確かに私も妹に子どもがいるんですけど、今生きれてるかなとか生きてるかなと思ったことやっぱりないですよね。でもその日常のやはりこう違和感とかを大切にしつつあのキャリアを考えてこられたんだなとお話を聞きながら思いました。やはりですね、こうこの世界の理不尽さとか怒りとかいろいろ感じてたり、いろんな子どもたちの笑顔をって思ってらっしゃる方たくさんいると思います。あの NGO NPO で働きたいなと思っている方も多いんじゃないでしょうか。その皆様にですね、高橋さんからメッセージアドバイスいただけますでしょうか。あの私なんかがアドバイスをするのも本当におこがましいですけれども、やはりあの NGO という場所、まあ、特に今ウォーターエイドジャパンでまだまだ本当に小さい団体なんですね。職員も4名しかいない小さな団体です。ですので、まあ、本当にあの1人でなんかやることもたくさんありますし、まあ、それからいろいろなんか仕組みとか制度も整っていないところもあります。私たちが、ね、取り組もうとしている課題に関しても、まあ、一応2030年までに全ての人が水をと言いながら、まあ、実際はなかなか日々の仕事でそれが本当に達成に近づいてるのかなっていうことを現地に行けば見えますけれども、なかなか簡単にはやはり課題が解決してる感をすぐに実感できるっていうのはなかなかない、ところもあります。ただ、まあ、そういった本当に難しい課題に取り組んでるんだっていうこととか、まあ、それから団体がまだ小さくてこれから大きくなっていく中で、まあ、例えばその、まあ、いろいろ新しい仕組みを作ったりですとか、まあ、それから難しい課題を解決する、まあ、そこをなんかこう楽しいと思っていただける、そういった方にあのぜひあの参加していただきたいなと思いますし、でそれをやっぱり楽しいと思ったりそういうのに取り組んでいくためには本当にいろいろな経験が必要になると思います。あの私もあの別にずっと国際協力に関してすごくそのスキルを積んできたわけではなくて、小売業にいたりなんかクレジットカードの仕事をしたりテレフォンアポインターやったりとか、まあ、いろんなことをやりましたけれども、本当に今どの仕事もあの生きているなと思って日々やっております。なので、まあ、本当にあの皆さんがやっていらっしゃる経験すべてが NGO は生きる場所だと思いますので、あのぜひあの皆さんと一緒にお仕事できる日を楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。でお話を聞いてですね、やはりウォーターエイドジャパンさんの活動を、さらに知りたいですとか関わりたい方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひ高橋さん、ウォーターエイドジャパンに興味を持ってくださった方に関わり方ですとか参加の仕方、応援の方法を教えていただけますでしょうか。はい、ウォーターエイドではですね、やはりたくさんの方々から のご支援をいただきながらこうした活動をすることができております。はい、こちらのウェブサイトで検索していただきますとウォーターエイドジャパンのウェブサイトありますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。またイベントであるとか私ども、スピーカークラブというものもやっておりまして、その日本の中で、いろいろ学校であるとか、そういった地域のイベントとかで、活動紹介をする場っていうのをいただいているんですが、そこでウォーターエイドの職員と一緒に団体紹介をしてくださる方、そういったボランティアさんの仕組みなんかもありますので、ぜひ多くの方に関わっていただけたらと思います。高橋さん、ありがとうございました。ウォーターエイドジャパンさんのウェブページなどは本動画の概要欄にもリンクを貼っておりますので、ぜひご覧いただいた方クリックしてですね、ウォーターエイドジャパンさんのウェブサイト検索していただければと思います。いや、あっという間に時間が来てしまいました。本日はウォーターエイドジャパンの事務局長高橋香織さんをゲストにお話を伺ってきました。本当にこれから暑くなる夏、水がどれだけ大切かということを皆さん実感しつつ、またですね、世界の水についても考える機会になればなと思いました。改めまして高橋さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の NGO 世界を見つめてでお会いしましょう。さようなら。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。